元気くんから花チャンネルとファンの皆様に報告がありまして、いいですか、ちょっと、はい、花チャンネルの皆様に、はい、花輪チャンネル、どうも花輪でございます。そして今カメラ撮影してくれてるのが、元気くんです。はい、はい、その後ろに龍之介いますけども、今日3人でちょっとドライブ今してます。天気がめちゃくちゃいいので岸根公園でね、うん、普通に行こうかなっていう感じですけども、はい、なんかコンビニで飲み物でも買っていきましょうかね。花輪チャンネル、な、何買ったの何買いました、これコンビニで上島コーヒー美味しいやつ、はい、美味しそう、早かったね、りーちゃん、うん、俺もそれとしたあ、りーちゃんも、うん、同じで、うん、俺はこれ行きました。いや、今日はいい天気だね。春といえば、うん、春に大好きな曲、なんですか、春の曲で好きな曲、春の曲、森山直太郎桜でしょ。なるほど、ユーミとか、ああ全然違うでしょ、でしょ、やりたいことは分かるけど全然似てない、どうする、あっちは芝生の方行こうか、はい、見てこの公園、この下にさ、いや、なんかやってんじゃん、すごいでしょ、いいね、岸根公園って言いますね、ここね、久しぶりじゃない、元気子来たの、岸根は久しぶりだね、ねえ、ゆうちゃんも、うん、来ることない、気持ちいいよね、気持ちいい、全然もう春だよ、春だ、まだ走る、あ、ね、ここ走るというね、ここも走ったりしてきてたけど、うん、それこっちじゃない、痩せるよね、痩せる、そう、僕走ってしているよ、こんにちは、あー、かわいい、いや、かわいいね、ママに、はい、ママに座ってます、はい、かわいい、超かわいい、座ってあげないよ、かわいい、めっちゃかわいいじゃん、ねえ、喜んでくれましたね。可愛いな、歳ですか？まだ11ヶ月です。まだ生まれたばっかなのか。チャッカ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 。いやー、ちゃ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 喜んじゃって。可愛い。カメカメカメ。ありがとうございます。すいません。またまた、はい、どっかで。はい、ありがとうございました。すいません。花輪チャンネル、ちょっと柔道
負けんな、本気で行け、思い出せ、思い出せ佐賀工業時代を。チャンネル。ピクニックですね、ある意味。はい、風が強いからちょっと風の音がねボーボー言っちゃってるかもしれませんけど、じゃあピノどうぞ。ピノさあ、ピノ食べよう、みんなで。最高なんですよ。ほら、入れてる段階でこの飲む。わお。うまいね。うまいね。元気くんから、花輪チャンネルとファンの皆様に報告がありまして、元気とまみチャンネルではもうね報告済みですけども、いいですか、ちょっと。はい。花輪チャンネルの皆様に。はい。子供が来ました。はい、子供を授かったというね、ことでね、お子様のまみちゃんのお腹の中に、待望の赤ちゃんがね、今授かったということで、はい、嬉しいね。いやー。嬉しいです。なんかね、確かに現
ね呼ばれて来てくれることが一番だよね。大変だと思うけど、最近君さんこれからマミちゃんと支えてあげる、ちゃんとね、なんかあの何かあったらいつでも駆けつけるし、何でも言ってください本当。楽しみやな、可愛いだろうな絶対。やばいじゃん。お父さんですから。お父さんですよ。いつら？めちゃくちゃめちゃくちゃ可愛がるでしょね、元気ね。元気が生まれた時のことを思い出すとさ、里帰り出産だからずっと佐賀にいたんですよ。佐賀県で産んで、ずっと佐賀で安定期までは、あの首が据わるまでは佐賀にいたから、だいぶいたんだよ。で俺東京で仕事してたからあんま会えなくって、そうで、たまに帰った時がもう超可愛くてさ、こう飛びついてきてくれるんだよ元気が。すごいもうかなり夜遅いんだよ、11時とか。で一緒に風呂入りたくて風呂入れてたの元気を。そしたらさ、ま、なんか動かなくなっちゃって、私やばいと思って殺したかもと思って、うわーとかなって全然動かないの。俺でも全裸のままさ、あのその時あのばあばの実家っていうか、あの実家だったから、お姉ちゃんとかお母さんとかもいるのに、俺裸でさ、やばいやばいやばいって言って出てきてさ、でパッと見てさ、あこれも寝てるだけっつって、もう夜が遅いから寝ちゃって、本当もう眠いでしょうがないのに俺の風呂付き合ってくれたの。もうそのまま寝てたね風呂の中で。怖いでしょ。怖いでしょ。そうだよ、リュウちゃんもな、可愛かったもんな、ほんとオンチッチみたいでね。どんな子なんだろうな。どんな子なんでしょうかね。大きくなりそうだよな、でもな、うん、旭家の血が入ればね、体大きくなるし強くなるだろうな。いや、そう、あの龍之介くんは、受験が終わりまして、どうでしたか受験は。浪人バス見事に落ちて、浪人生活がまた始まりますんで、ね、でもお前落ちた瞬間にもうそこの予備校を予約してるっていう、そのスピーディーな動きはすごいな、さすがにね。ということで、まあいろんなご報告も兼ねて今日は回させていただきましたけどもね、元気の、今奥様のお腹には赤ちゃんがいまして、みんなに大切に、守っていきながら無事出産することを願いたいと思います、マミちゃん頑張って、本当に頑張ってマミちゃん、頑張ってってぐらいしか言えないけどね。頑張ってる、頑張ってるよね、いろいろね、不安だと思うよやっぱり。そんな初めての出産でさ、座りとかもね、なんでしょう、そんな中まみちゃん頑張ってやってますんで、ぜひ皆さん応援してあげてください。元気とまみチャンネルでいろいろ報告もしてますんで、そのまだ見てない方はそちらを見ていただきながら、でりゅうちゃんは、浪人生活始まりまして、来年頑張るんで、はい、ゆうちゃんも大変だと思うけど頑張ってください。はい、というような今日は動画になりましたんで、はい、ありがとうございました、ご報告でした。はい、チャンネル登録よろしくね、グッドボタンも押してくれ、 SNS のフォローもしてね、グッズもいろいろ作ってます、花輪チャンネル。